それじゃあカウント始めるぞ。5秒前、4321ゴー。流れるようにスムーズだ。スイで育てガリガリに攻めているわけでもない。スイッのはなぜか多分じゃないはずだ。ドキドキするぜ。初めて一人乗務した時みたいな高揚感、王冠の全てを総動員してこの体に刻みつけてやる。さあ見せろ、超人的なスピードの本質を。タイムアタックなのに攻め込んでも全然分からない。後ろからじりじり来るような嫌な感じのプレッシャー、どこかで会ったことがある気がする。どこだっけ。そうか、分かった。学芸大学を通過して藤原が先行、差は開いてないぞ。スタートからポジションが変わらずか。相手のドライバーはドラトクよりも戦略で勝つ。現存しない車を持ち出してきたことは想定外だな。旧五線形だったのはむしろ幸運だ。藤原が俺のアドバイスで気がつけばいいんだ。なら心配ねえな。藤原は D に入るまでたった一人でずっと勝ち続けてきた。あいつのひらめきの凄さは俺が一番知ってるんだ。関西最速ダウンキラーってこんなもんなのか。期待して損した。なんかつまんない。さっさとぶち抜いて終わらせろ。俺何を言ってるんだ。取られてる。バトルに勝つことが目的なんだろう。だから誰が運転したっていいじゃないか。違う。そうじゃない。走り屋のプライドがかかってるんだ。俺が走らなきゃ勝っても負けても意味がない。契約は取り消した。今すぐ元に戻せ。わけがわからないよ。どうして君たちはそんなくだらないことにこだわるんだい。信彦君は考え違いをしているよ。命を懸けるってこういうことなんだ。だろう。こんなところであっさりと前に行かれた。あんなデタラメなツッコミで大外から抜くか。なんだありゃ、むちゃくちゃだけど早い。おっと、思い出した。この下品でブチ切れてバカっぱやな走り、あいつだ。宝塚戦で絡んできた真っ黒の覆面のやつだ。俺に勝とうなんて、100万年会えば。やったったー。お前が前に出てるぜ。行くよ、ノブヒカー。僕の底力見せてやれ。武蔵小杉を通過、五線が先行。菅田瀬信彦、このまま逃げ切ってくれ。京子、信彦がプロジェクト D に一泡吹かせてくれるかも。だぜ。どうよ。くっそ、マジきつい。ストレートではどうにかついていけるけど、コーナーで負けてる。けど、このポジションだ。五線の挙動は負けだ。早いところ逆転の糸口を見つけないと。
藤原が突っ込み負けするなんてただごとじゃないぞ。本当に大丈夫なのか。わかんねえよそんなの、藤原次第だ。さっきに心配ないって言ったじゃん。東洋さんは全長25キロと比較的短いです。先に仕掛けて逃げ切った方が有利なのは間違いないが、後半の藤原なら十分チャンスがある。圭介の言う通り、俺たちにできることは何もない。藤原がそのチャンスを引き寄せられるかどうかだ。信彦が前なんじゃん。本当だ。舞台開始。よし、いいぞ。押さえてる。行けー。なんだ。信彦じゃない。どういうことなんだ。聞くのは過ぎた。ゴールまであとわずか。いっそこのまま勝ってしまうか。どうせ誰にもわからない。いや、ダメだ。なんとかしないと。信彦くん、信彦くん、僕の頼みを聞いてくれたら願い事を一つ叶えてあげるよ。ちぎられないようついていくだけでもギリギリな相手だけど、時々妙にルーズなツッコミをするのが気になってたんだ。余裕を見せつけて遊ばれてると思ってたけど、そうじゃない。あれ以上のツッコミができなかったんだ。車両重量は軽い方が強い。しかし先生、レールと車輪が接合し摩擦が少なく滑りやすい。ある程度の重量がないと粘着力、ブレーキングではフロントに荷重移動し粘着力を稼ぐ。上り勾配ではフロントに荷重を寄せきれず粘着力が不足。限界を超えた領域でのみ顔を覗かせる。これが超軽量車からの弱点。つまり東急五線系は上り勾配の突っ込みに弱いってことだ。副助手のアドバイスとこういうことだったんだね。アドバイス何か。チャンスは薄らく、ここしかない。仕方ない。今日一さんが東京さんでいるから、どっちを入る時間も少しでも長く飛んだ。自分で掴み取るものだ。ついていけないのは分かってる。だけど少しでも長くこの2000の走りを見せてもらうぜ。
どうだった信彦、関西エリア最速って言われてるダウンヒラーと互角にやり合った感想は？互角といえば互角になるのかな。無我夢中であまり覚えてないんだ。なんか含みのある言い方だな。そういやいつの間に9000に戻ったんだ。藤原もびっくりしてたぞ。いろいろあってな。ともかくたっぷり見せてもらえたおかげで俺なりに分かったことがある。あの2000に勝つ方法は一つしかない。